まあ、ロナウジーニョ選手が好きなんですけど、ロナウジーニョ選手みたいに見てる人を魅了するようなプレーができるのが自分だと思っているので、また自分のドリブルだったり、そういうトリッキーなプレーをぜひ会場に足を運んで見てもらいたいなと思ってます。なるほど、なるほど、トリッキーなところとかね。見たいですね。さあ、波本選手、どうですか？僕はそういうどういう場面でも声をかけれる、この先輩がいっぱいいる中でもしっかりとコーチングできるっていうところがまず一つ、いいところだと思ってて、あとはどのプレーにおいても考えてプレーするっていうことを自分の中で意識してやってるので、そこがストロングなのかなと思ってます。